はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード3では続きをやっていきます。カルロス編が一旦終わって電車から放り出されたジルですね、とりあえず脱出していきましょう。すげえ事故だな。完全にもう自分しか残ってないね。こいついつも腹押さえてるよな。だってファインでしょこういう扉なんて実際見たことないんだけど。装備確認しよう。ハンドガン15発と18発、ショットガンだいぶ使っちゃったよね。でそうだ、グレネードランチャーしたらっけ。そうだな。あ、いきなりセーブポイント。カルロス聞こえる？カルロス、最悪通じない。いろいろ置いてある。救急スプレー、そしてレポートっぽいやつ。 UBCS 式新型爆弾取扱法、玉なし野郎ども、生かした大砲になるホットな情報をくれてやる。アンブレラが開発した新爆弾、マインスロア弾、試したか。こいつは最高だ。お前のお気に入りのあの娘よりもな。だが数が少なく扱いも難しい。徹底的にこのテクを頭に叩き込め。必ずグレネードランチャーにセットする。壁や地面に向かって撃てばくっつく。敵が近づくとセンサーを感知して爆発する。敵の進路に設置すれば即席の地雷の出来上がり。まあ、強そうではあるよね。あ、マインスロア弾青か。時代はグレランか。ここにもある。これを使えってことだよね。置いてある、置いてあるし取扱説明書があるから。なんだ、どういう敵が出てくるんだ。回復としてはこれ、キーピックか。また例によって置いていこう。これ1でしょ。で、1つ空いてる。22だからな。これがきついよな。いや、でももうこれで行くしかないよ。マインスロア弾にした方がいいのか。とりあえずこの、焼夷弾は、2発撃っちゃって開けるか。なんだ、人っぽいのが。寝てたな、今。こいつ、いや、いっぱいいる。燃やそう。ちゃんとなんかいっぱい巻き込みたいよね。どうせいっぱいいんじゃねえか。本当にいっぱいいんな。ピューポーン。どうだ、食べてる。あと生きてるやつ、この寝てるさやつは死んでんのか。ちゃんとで、グレネードランチャー、マインスロア弾が勝手に装填されたな。え、生き返っては来ない。ここはなんだ、どういう施設だ。防空壕、あと一応ここら辺に逃げ込んだやつがいるんだな。ここにある。弾の無駄だ、やらない。中途半端に壊しても何の意味もないからね。やるんだったらもう全部壊さないといけないから。アシストモードでやるか。それは敵が多いな。マインスロア弾使えってことか。どう、一人残ったけど弾の節約にはなるね。確かに生きてる。撃っとくか、もう一発だな。じゃあよしよしよし。結構ここに逃げ込んだんだね。ここに逃げ込んでバイオハザード感染してしまったか。やつはまだくたばってない。あ、なるほど、そういうことね。追跡者から逃げる。いや、どこだ、これ全然わかんないところに出てきたぞ。マインスロア弾はまあ使いやすそうではある。あいつが来るところにカチッてやっとけば爆発するってことでしょ。すげえアイテム探してんだけど。今追いかけられてるわけじゃないよね多分。ハーブ
ゆっくりと周りを見ていこう。ポスト？違う、これなんだ？アメリカの施設だからよくわかんねえや。多分日本にはないよね。クリーンハブがなんで箱に入ってんの？まあただちょうどいい。回復2つあると、まあ、安心はできる。29発か。呼び込みしてるね。来てる。しぶとい。めちゃくちゃ燃えてんじゃん。川にザッパーンって言って。うん。合法的だ。いや、終わりじゃないよ。合理的だよ。合理的に火を消したよ。カルロス、応答して。あ、どうした？ダメだった。列車が脱線した。あ、これがさっきの会話か。みんな死んでしまった。ミハイルも全員よ。おい、マジか。で、ニコライに見殺しにされたの。バーンって来て、通信が切れる。ちょっと嘘でしょ。生き返った。いや、でかくなってる。これ逃げるべきなの？まあ、勝手に進んでるけど、こっから、あ、いや、まだムービーだ。ここで戦闘とか、マジか。やるしかない。もうこれ使い切っちゃおう。直接当ててるよね。これも使ってこう。すげえ、めっちゃやってる。強い。間髪入れず使い切る。ちょっと全裸で補填されるんだ。あとハーブとか拾いながらちゃんと弾を補充しつつ、カチ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 、もうよくわかんねえ。ちょっと待って、来てんな。みんなそう、甘い。ドラム缶はないから、ドラム缶がないってことは、ちょっと周りに行って、引かれた。やはり視点を入れながらこいつの動きを。なんだ、吠えてるぞ。あそこにもあるんだよ、1個アイテムボックスが。レッドだから一回取って、今安全で、コーションか、使うか、これを使おう。カチ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 、よくわかんないけど何取った？あ、これか。組み合わせでいける？いや、自動的にはさすがにやってくんないか。勝利が6。グレラン回復設置しながらいこう。燃えろ。ダメだ、そんな感じではない。ちょっと待って、燃えろ。これだってさ、ここにある弾、ちょっと待って、え、これなんだ。いや、間髪入れずに、あとはもうショットガンで行くしかないか。どこ行った？え、やばい、見失った。あ、どこ行った？いや、まるで獣ね。本当だよ、やつとちょっと反対回りで。え、撃ち落とせってこと？どういうこと？隙を見せたらやられそうだな。でも
撃落とすか。じゃあ、いなくなった。上にいるな。引きずり落としてやるって言っても。来た。弾を込めろ。逃げろ。接近するとやっぱ強えな。ただしもうないよ弾。めっちゃ素早くなってんな。はいえ、いや動き止めなきゃって言われてもなんかある。ハンドガンじゃ撃ち落とせなくね。だって無理だよ。当たってんのかすらわからない。武器という武器はないよね。化け物。ダメだ。これはこっち来るぞ。やつの動きを見ろ。結構上目にしておこう。ダメだった。しかしいって、ちょっとわかんねえ。ここはもうこれ回復するべきだな。回復は3つ。ちょっともう手榴弾しかないんですけど。ちょっと待って、落ち着け。これを装備しよう。ハンドガンと手榴弾しかない。そう、めちゃくちゃ打ち込んだはずなのに。この時なんか、いやだからそれが無理なんだってば。結局上に行くから行かなかった。行って。うわ、直径強くなった。これで回復力もうなくね。ちょっと近いよな。あれ食らうとまずい。いや、またあれか。ぴょんぴょんか。動かないで、台をつけられない。確かにこの時になんかしなきゃダメなの。これは無理でしょう。ちょっと待って、間違えた。かけられた。おお、倒した。超ギリ。受けてたすわ。何をやらないよ。おお、どっから持ってきた。俺もう弾ないんですけど。どこに隠してたの。カルロス、聞こえる。こんなところに。もうこんな時に故障するなんて。勘弁してよ。え、あったこれ。ちょっと弾込めとこう。よし、6発まで込められんのか。いや、ここにもあるぞ。いや、今多分あれだよね、爆発して来たよね。ガチでない。一応見ておこう全部、本当に取り逃しがないか。いや、マジきつかったわ。ハンドガンでやりくりしなきゃいけないとか。
思わなかった。一応マインスロー弾とかグレラン系の武器をね外さなかったっていうのがでかいよな。いやさ、安心するかこれ。もうこいつに至っては何が起こっても不思議じゃないからね。ほら、歯が白いね。うわ、入ってきた。あ、お前どこにいたの。なんとも興味深い。実にいい仕事をしてくれたよ、ミス・バレンタイン。お、数時間後。医者はいないか。ジル、おい、しっかりしろ。めっちゃ血が出てる。なんてこった。タイル、聞こえるか。どうした。ジルが感染した。今から病院に連れて行く。バードの力を借りるしかない。じゃあそこで合流だ。俺が治してやる。辛抱しろ。スペンサー記念病院。耐えてくれジル。ワクチンを必ず手に入れる。ワクチンを探す。必ず。ちょ、調べられんな。お、パクれんのこれ。ちげえ。そうそう、ジルにあげるってことだよね。ジルの装備パクるのかと思った。ちげえ。ちょ、待って待って待って、ID カードもうゴミになってんね。あ、いらない、捨てよ。ゴミだこんなもの。じゃあセーブができるのでセーブするか。てかさ、グレラン普通にあそこ手に入れてなかったらマジきつくない。こういうのってさ、だいたいさ、そのナイフ縛りみたいなのが出るじゃないですか。それとか毎回思うんだけど、できんのって思うけど、なんかできるんだよね。タイル、バードはどこだ。多くの研究室だろう。無茶するなよ、俺も向かう。了解、先に行ってるぞ。多くの研究室、あ、スプレーがある。どうする、スプレーってか、もう回復アイテム多すぎるな。こんなにはいらない。なんかもう一個あった、アサルトの弾か。カルロスは割と弾大丈夫なんだよね。ちげえ、こっちじゃねえし。今日俺は帰りたいんだよ。2つ、持ち歩きは2つで十分。救急スプレーを置いとこう。先行手榴弾の使い道がいまいち分かんないな。なんか光に弱いやつも出てきてるわけじゃないし。さて、こっからちょっと気をつけていこう。はい、もう一発か。アサルトライフルって言ってもハンドガンと同じような使い方してるからね。リッカーが出てきた時だけめちゃくちゃ乱れ打ちしたけど、多分一発一発はそんなに威力は高くないから。頭にやっとこう。きちっと勝利する。相手をしてる暇はない。めちゃくちゃ相手してたけどね。
外した。はい、蘇ってくるか。くそ、弾があるってなるとどうしても無駄打ちが多くなるな。この女の人も撃っとくか。ん？もう一発。そうだよね、必要だよね。鉛をくれてやる。お前は？いってーしぶとい。そうだ、これ連打だった、忘れてた。やっぱり倒れた後もバタッと、ここまできちっとやんないとね。うん、なんか地図見るとさ、アイテムが分かる。結構親切システムだよね。で、向こう側ってこと？どうやって行くんだ？びっくりした、人形か。うん、あっち側にどうやって行くかだな。まあいいか。中ニエルバード博士のオフィスへようこそ。ご用の方はあっち側ちょっと回る、気になる。やっぱりこのアイテムがこっちとかから行けないけど何かある。え、キーピック必要なの？こいつはこいつでキーピックか。ジルのキーピックをパクるわけにはいかないしな。っていうかジルのキーピック預けてあるから。受付、カセットプレイヤー、テープは入っていない。テープを探して何か聞き出してってことか。うん、どっちもいけんな。近い方から、いや、いけないんだな、ここが。バード博士、いるか？救助に来た。ドアを開けてくれ。音声データと一致しません。音声認証？くだらない SF で必ず出てくるあれか。なるほど、バート博士の音声を手に入れろってことだね。これ何？あ、グリーンハーブ。よし、じゃあ、組み合わせよう。割とすぐにグリーンハーブとレッドハーブが。ついになってんね。何これ、ハッピーファミリーとか。音がする。ガッチャ。結構いるな。結構いるな。これをどうするべきか。とりあえずこれを装備して、ん？装備する。で投げて。ってどこで投げた今。一人当たったけど、まあいいや。手榴弾になってる。一体ずつ連絡始末していくか。あいつは右のやつ絶対来るな。やっぱ体だとダメージ取ってなさそうだね。頭だな、狙うわ。でこいつら襲ってこない。俺を感知できてないのか。いや無理か、強化ガラスだな。かなり強化されている。え、いるか。照準が合わせづらい。今日マジで合わせづらい。どっちだそれで。あ、で結局ん、なんかわかんねえ。今日びっくりした。マジかよ。女の子に抱きつかれたのはいいんだけど、ゾンビは勘弁。
女の子なのかおばちゃんなのかすらよくわかんないから顔が見えない。顔を潰しておく、とりあえず。でお前まだ生きてたか、この野郎。くそ、鉛を打ち込む。もうやばい、もうやばい。これはで何手に入れた、ハンドガンの弾か。でこのカードはここで手に入れるカードが必要なんだな。クマなんか。でこっちに行けるね。なんだ、どうなってる、うん、いや本当に開かない、うん、本当に開かないね。一回マジ騙されたからな。ここはじゃあ一回開きません。ロックされた扉、もうガシャンっていけそうだけどね。そうするとここは城前、やっぱ進まなきゃいけないか。おっと、いや完全に死体だな。ハンドガンは18と19か、少ねえな。寝てる時とかはハンドガンの方がいいかな。なんの血の跡だ。ちょっとまたリッカー的な匂いがするんだけど、リッカーって閃光弾は効かないよね。だってやばい、確実に始末する。減ってきたな。なんかアサルトは200ないと不安なんだけど。屋上を、ちょっと物音を立てないでいく。少しリッカーの気配がするから。いや気配なんてしないんだけど、用心に越したことはない。スタッフオンリーって書いてある。ここはセーブポイントだ。セーブポイントの音がする、音楽。あ、なんかある。看護日誌、例の奇病の患者20名以上、隔離病棟の患者、四肢の腐敗が進行、発熱、意識混濁、食欲は旺盛、何らかの感染症、消毒を徹底、研究棟からの血液検査なし、異常なし、再度確認。ドクターヤングが患者に噛まれた、すぐに消毒するも高熱が続く、何もできない。錯乱状態に陥った患者が次々に暴徒化、外来は混乱状態、非常の者も全員出勤し緊急対応に当たる、これ以上混乱が拡大しませんように。グリーンハーブ、アサルトの弾、なんでこんなとこに置いたんだ。よし、じゃあとりあえず時間的にいいところなので今回はここで終了したいと思います。次回またこの病院の中を探索していきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。